男のオルマンライブ今回は甲子園の,です、ね、あの応援曲ってあるじゃないですか。今スタンドにようやくお客さんが今入るようになって、うん、今年の春の選抜から、うん、まあ,あれが復活したんですけど、うん、あれがなんでこんなに昭和の古い歌ばっかりなのかという、うん、<laughs> テーマでお送りします。<laughs> ロあの男のロマンブログ、あライブラリいテーマですね。で、まああのー、毎年、私ね、甲子園、結構やっぱね、最近俺、ちょっと野球熱が復活してきて、結構野球見るんですよ。で、はい、子供と一緒にね。で、うん、毎年、不思議に思ってたんですけどこの、なんでこの甲子園で流れるこの応援曲っていうか、応援歌ね、その昭和の楽曲で、しかも70年代の曲とかが結構多いんです で当然今の子たちはもう見たこともないような番組の主題歌だったり、うん、アニメの曲だったり、うん、知らないだろうっていう曲ばっかり使われているのが令和になってもこれなのっていうのも不思議なんですね。うんうん、で今回はそんなその甲子園で今なお演奏される昭和の楽曲「ベストテン」と題してお送りしたいと思います。はいはい でまず1曲目は、えーはい、ピンクレディのサウスポーですね。これまた懐かしい曲聞きましたね。まあ,あの楽曲の紹介をすると、うん、作詞悪友先生で、うんえー、作曲が徳良俊一さんと言わずもがなのピンクレディの7枚目のシングル。 でリリースが1978年ですよ180万枚当時ねヒットしてる、はいえー、ピンク・レディーののは代表曲ですけど、うん、まあこれあのー、私流れるたんびにいつも思うのが違和感があってですね古いなっていうのはも,もちろんあるんですけどこれって、あのー、みんな曲の中身知ってて流してるっていうのがあってこれだってあのー、背番号1の「 すごいやつが相手っていうピッチャーを応援してる歌なんですよ。ねえ、あのフラミンゴ、ひょいと一本足でって。だから、これ、王さんがその要はホームランの世界新記録出した時の歌なんですよね。なんで、私ピンクのサウスポーって言ってんですよ。なのに、バッターの応援する側があれ応援曲って流してるじゃないですか。あなるほどね。 で、バッターにだ打て打てかっ飛ばせって言ってるのに、うんうん、サウスポー流すのは俺間違ってんじゃないか、ね、<laughs> <laughs> まあ、あの、今回番組で言いたかったこところ、一番はこれなんですけど、あなるほどサウスポーおかしくないっていう、ただね、まあその話で言うと、その野球に関する曲っていうのが実はすごい少ないなっていうのは確かにね、野球テーマの曲って。あの要はタッチとかだってさ あれまあアニメで野球のアニメだけど「うん、タッチ」の曲自体は恋愛の歌じゃないですか。で全て野球じゃないじゃん。だから、うん、古いの流したいで野球のやつなんだって俺ドカベンとかキャプテンとかやればいいのにって実は思ってんだよね。ただ、まあ、あのまあそんなことはさておきこの「サウスポー」っていうのが今あったに使われてるっていうので、はい、まあピンク・レディーというかねこの悪友作村さんコンビの名曲だからっていうの強いなというのがまず1曲目です。は、うん、はい、はい ね、2曲目がさらに古くてですね<ー>山本リンダの狙い撃ちってもう、はいはい、山本リンダ自体知らないでしょいう。 もうあのこれもね、くしくもそのサウスポーと同じ悪友、徳良俊一コンビなんですよ。ただリリースはもうサウスポーよりさらに5年も古くて1973年なんですね。うんうん、で、モートリンダさんはこの曲で紅白にも出場したとで。当初はですね、なんと悪友さんの母校の明治大学が六大学でこの狙い撃ちを使ったらしいんですよね。ははい、はい、はいはい それでいうと、まあ、狙い撃ちっていうタイトルからいうと、その本人の歌は全然やけど関係ないんだけど、うんうん、まあ狙い撃ちっていうタイトルだしね、あのもうとにかくテンポがよくて、ノリがいいんで、すごい楽曲としては野球のこういうところの場面に合ってるなぁと思うんですけどね。うん、で、次が、えー、ルパン三世ですね。はい はい、これはもう言わずもがなでいまだに「ルパン三世」の楽曲といえば知らない人いないと思うんですけどただこれもあのいろんなバージョンの「ルパン三世」というねテーマがあるんですけどまあ78年版が一番使われてるっぽいんですよねまあ大野雄二先生も名曲でもうアニメ曲の中でも特にもうかっこよくてもうね盛り上がる往年の名曲ですねまあ「ルパン三世」はまあ曲がやっぱいいんでねあのそれは盛り上がるよなっていうのは思いますね。 でで、えー、ルパンときたら今度は大和ですね1974年もうこれも実を言うと作詞が悪友先生で、うんえー、作曲は宮川靖先生、まあ、言わずもがなの昭和のもうアニメを代表する名作の、ね、タイトルですけど、まあね、ただこの「ヤマト」自体知らない子結構多いだろうと思うんですけど、うん、SNS とかで若い世代の方の意見を聞くととにかく曲がかっこよくて鳥肌が立つっていうことが書いてあって。 作品知らなくても曲だけ聴いてもかっこいいっていうのがね、うん、すごいなと思いますね。うん、これもあの人によっては第二第二の国家にすべしって言ってる <laughs> <laughs> まあちょっとあのね戦争ものですからね、元がね。佐々木功さんの名曲です。はい、で、えー、1977年で、こ、え、のーはい、のファイター。はい アントリーの木さんですねでこれはの、まあ、別名「猪木ボンバイエ」もともとアリの自伝的な映画のお、うん、中で「アリ・ボンバイエ」っていう曲があって、うんえー、それの,あの猪木さんがまあ試合をしたことで譲り受けたという逸話が残っているテーマ、うん、曲なんですけど吹奏楽界祝いではですね「闘魂、はい」っていう曲のタイトルで呼ばれてる <laughs> らしいですよ。ははい、はい でマイケル・マッサーって曲の曲で、うん、あのこれ原曲ね、あのよく聴いてもらうと、すっげえベースラインがうねっててかっこいいんですよね。はい、で、ブラスバンドでただ演奏すると、なんかね、こうちょっと切なさがこう増すんですよ。なんか結構曲調のメロディーがマイナー調の展開で、あ<ー>で実はあのこれ、猪木さんのテーマ曲のシングル版を持ってる人しか知らないんですけど、うん、<laughs> 実はこの B 面にですね、はい、当時の奥さんの倍賞ツ子さんが、この楽曲に、 日本語の詞をつけて「いつも一緒に」っていう曲で歌ってるんですよ。ああ でこれが全然表の猪のの木さんの勇壮なテーマ曲と全然違うすごい切ない楽曲で要はそのなんかあなたは戦いに出かける男で私は家で待ってるだけよみたいな,なんか歌詞なんですよ。で「いつもいいしょに」っていう曲なのよ。<laughs> すごい切ない曲なのね。なんかねいつも俺はこの曲が流れ出すと猪木さんよりもそっちを思い出しちゃうね。<laughs> 毎週美津子さんを思い出しちゃうっていう。まあそういうト能のファイター。まあ、これは個人的にプロレスファンとしてはいまだにこれ使われてるのは嬉しいですけどね。 で実はね、同じ年のヒット曲でいうと、クイーンの We Will Rock You ですね。ダダ、はい、ダンダンダンー ダーン、ダーンってやつですっごいちょっと変調のリズムなんで結構これ演奏難しいんじゃないかなっていつも思うんですけど、まあブライアン・メイが作詞作曲でリリースが1977年なんでちょうど猪木さんのさっきの曲と同じ時期のやつなんですよ。70年代なんでね。でちょっと前は K1 のアンディ・フーの入場テーマっていうので多分知ってる人が多かったっぽいんですけど、多分今の子たちは全部それも知らなくて、まあブラック・ボヘミアン・ラプソディっていうね映画があってクイーン自体が 再び注目されたことと、まあ、CM でもよく使われてるんでなんか誰の曲か知らないけど知ってるっていう、ね、ことなのかなと、まあ、これすごいあのなんでしょう重層な音があのこういうブラスバンドに向いてる曲だなと思いますけどね、うんうん、で次がちょっと面白くてですねはい、はい、必殺仕事人のファンファーレから <laughs> 西部警察に行くっていうのがあるんですよ <laughs> なるほど <laughs> 俺これ考えたやつ天才だなと思ったんだけど平尾正明さんが作曲した。 はい、あのチャララーってやつですね台座のこう切り札みたいな人が出てきた時によく使われるんですけどうん、うん、必殺仕事人って、うん、プロではねで高校野球ではよくもうここはチャンスだって時にこううまさに必殺仕事人ってことで出てくる時にやって、うんうん、その後あとでジャーンジャーンジャーンっていうその西部警察に行くっていうくしくも70年代もうほギリギリ80年代に行く時期の。うん これどっちもテレビ朝日のドラマなんだよねで、うん、テレビ朝日メドレーみたいになってるんですけど、うん、これねもうドラマチックで盛り上がること必死なんですよ曲自体が、うん、ただその絶対も番組知らないと思うんだよね <laughs> だからね多分これセットで1曲だっていうふうに思って演奏してんじゃないかなっていつも聞いてて <laughs> る違和感ないですよ全然なんかめちゃくちゃいい選曲だなと思います で、次がやっぱプロレスネタでですね、サ、はい、ンライズ、これはあのスタンハンセンのテーマ曲なんですよね。はい、でも、必殺タンのレッサンラリアートでセーフビやつで、いまだにそのバラエティ番組でこう芸人とかが乱闘すると、この曲流れるんですよ。とにかく何かこう、そういう場面で使われる曲ってことで、バラエティ界でも定番なんですけど、特とはですね、スペクトラムというブラスバンドを 感楽器を使ったロックバンドがあってですね。うん、もうすごいなんかこう、あの、なんて言うんだっけ、バイキングみたいなこう格好して、はい、ちょっとコスプレチックなメンバーでですね、やるバンドなんですけど、うん、あの、まあ、怒涛の攻撃会にこう畳みかけるときに、このハンセンのテーマっていうのはすごい合ってて、うん、これもね、あの、曲自体のリリースは1980年なんて、うん、ギリギリ80年代になったぐらいの時期で古いんですけどね。で、これも、いや、君たちスタン・ハンセン知ってるってい,ういつも思うんだよねあの。知らないと思うんだよ。<laughs> で、まあ、安全に関してはね、<laughs> 私の,、うん、の YouTube チャンネルで過去、ものすごい100万近い再生回数を誇った、あれ<ー>で、えー、す、ね、スタンラリアット200連発というビデオがあって、うん、なんでなくなっちゃったんだっていうふうにみんな思ってらっしゃると思うんですけど、あの、著作権の関連かにお蔵入りになってですね、<laughs> あの、今見、見ることができないって、守られた作品があるんですけど。で、 まあ,あ、昭和の楽曲で古いな、というので言うと、この海のトリトンですね。うんうん、これ1972年ですよ。うん、で、まあ、アニメのね、あの私のブログとかでも、あのすごく原作上位にずっと来るんですけど、あの手塚治虫先生が原作で、なんと、ガンダムの富野義季さんの初監督作品。で、裏でプロデュースしてたのが、ヤマトを作ったね、ちょっと逸話のある方だったっていうので、うん、すごいこう、アニメの中でも、 グッなんですけど、絶対アニメ1回も見たことないよねって言う若い子たちが、あのゴーゴー鳥トンってずっとやってるんです、<laughs> もう不思議でしょうがないんだけど。<laughs> <laughs> でアニメ作品だとその、ねうん、例えばその、ヤマトじゃなくってもガンダムとかね、うん、他にいっぱいあるじゃないですか。でそれこそ,その今、若い世代にぎりぎりあれだとそのドラゴンボールとかね使われてたりもしますけど、なんでこの海のトリトンっていうのが永遠にやられてるのかなというのはやっぱり楽曲が、ね、いいんだろうなというのがありますねで。さっきもちょっと話をしましたけど、スタッチ、これでちょっと新しいんだよ。1985年だけど 85年で新しいんですよ。で、これはもう、あの、足立光先生原作で、まあ、野球のね、テーマの漫画、うん、アニメなので、まあ、世代を超えて根、ね、強く人気あるんでしょうと。ただ、その、野球で言うと、巨人の星とか、うん、サムライジャイアンツとか、うん、ドカベンとかキャプテンとか、 あとその俺個人的には野球郷の歌だってあるだろうって思うんですけど、うん、なぜかこの「タッチ」が定番になってるんですよねで。なんとなくやっぱりその行進曲とかマーチ系の楽曲っていうのはやっぱちょっと古臭いんだけどやっぱり「タッチ」っていうのはちょっとやっぱ今聴いてもねかっこいいね、うん、ポップスなんで、まあ、定番化したのかなと思いますけどね。うんうん まあここまでがそのベスト10なんですけど、はいはい、ベスト10というかが10選なんですけど、はいはい、で番外編としてここからはまあタイトルは知らないけど、聞いたら誰でも知ってるっていうその甲子園定番の楽曲を3つご紹介します。まず、うんはい、はこのバン・マッコイという方のアフリカン・シンフォニーって曲ですね。これあのちょっと曲がまあ流せれば流しますが、ちょっと厳しいと思うんですけど、ディスコ の曲なもともと。バンマコイっていう人の曲で、それをなんか岩井直弘さんという方の吹奏楽アレンジで、まあ、PL とか智弁和歌山っていうその名門校が取り入れてから広がって、うん、もう今やですねもう全校が演奏する定番の応援曲になってるんですねで。それに近い曲でいうと、このサンバデ・ジャネイロっていうですね、これあの別名、アゲアゲホイホイとか、アゲホイとかって言われてるらしいんですけど、はい はいうん、両手にメガホン持ってリズムに合わせて踊るのが印象的な定番曲で、うんうん、男子がなんか、S「エッサエッサ」って言うと女の子たちのチェアリーダーが、S「エッサエッサ」<S S って返すみたいなこうなんかで「あげあげほよほ上げよ」みたいなやり取りがあってそれが何かやってる人たちも楽しいってことで何か使われてるみたいなんですね。 ただこれもですね、もともとはドイツの女性三人組ユニット、ベッリーニっていうのが発表したエレクトロニックなダンスナンバーで、全然アげアゲホイホもなもないんですが <laughs>、完全にだから甲子園とかそのブラスバンド界隈でも別のジャンルに進化したっていうね、うん、一つの例かなと思います。うん、で、まあ、この中で一番古いのがこのコンバットマーチっていうのがあって、はい、もう昔はもう甲子園の夏のやつっていうと、もうずっと とこれが永遠流れが流、うん、もう小さい時ってなんかもう野球別にそんな興味なくて。うん 暑い時に、ほら、クーラーもないから、暑いとこで見てて、暑い甲子園の映像で、これがなんか重点音でずっと流れてるの、これもちょっとトラウマでね、なんかもう甲子園の時期、本当嫌だなって思ってたぐらいだったんですよね。で、これ、あの俺もね、実はそのコンバットってあるんで、60年代のアメリカの戦争ドラマで日本でも人気があったコンバットの主題歌だと思い込んでたんですけど、実は違うんですねあ。のあの日本人が作曲したオリジナルなんだ、 そうなんですよ<ー>でこれは実はその1965年に東京六大学野球大会に向けて早稲田大学の,その吹奏楽団の、えー、三木裕次郎さんって方が作曲オリジナルでされたとでそれまでの野球の応援歌っていうのはその文化とかが多くてねで地味なものが多かったねで盛り上がる曲っていうことでその攻撃用のファンファーレとして作られたらしいんですねだからその曲がたまたま当時テレビ番組で人気があったコンバ に似てるねってことで、コンバットマーチってタイトルになったらしいんですよ。<ー> <laughs> すごい紛らわしいんだけどね。ずっとてっきりなんかね、俺コンバットの曲は知ってて、コンバットの曲とちょっと違うけど、コンバットの中に使われてるなんかマーチなのかと思ってたんだよ。うん、全然関係ないんだす、ねうんうん、あなるほど。<laughs> で、 まあ、なんでその昭和のこんな、しかも70年代のね、うん、もう俺らからしたって、俺らが小さい時っていうことだから、50年近く前の曲ばっかりなのかっていうのが不思議だったんですけど、ちょっとね、これ調べてみたらですね、はいはい、あの面白い説が見つかったんですね。まあ、これ多分、諸説いろいろあるとは思うんですけど、はい、一つはですね、はい、予算が少なくて、なかなか新しい楽譜が買えないっていうのが一つあるらしいんですよ。あ でまあ、ちょっとそれだとネガティブな意見で寂しいんですけど、うん、もう一個ちょっと俺的に嬉しかったのは、うん、憧れの先輩が打席に立ったあの曲で自分に使ってほしいっていう野球部の生徒たちのリクエストがあったり、はい、吹奏楽部のブラバンの。 学生の子たちからも、うん、伝統のあの曲がやりたい先輩たちがやってたあの曲がやりたいっていうリクエストが多いらしいんですよ、うん、だから新しい曲入ってはくるんだろうけど、うん、残ってんの定番なんだよねそれもその定番がもうすげえ古いっていう、うん、だからね最近の曲だなって思うのってあの「大塚愛のさくらんぼ」とかね「X のくれない」とか。 うん、流れるね。それも古いじゃん、もう。うん、<laughs> 90年代だから。うん、だから、なんかね、ここだけなんか時代がちょっと時空が歪んでる感じすんだよね、甲子園のクラスバンドってね。うん、まあ、なかなかね、その今あの、コロナ禍でなかなか演奏ができなかったりって、せちがらいのがありましたけど、やっぱりこの炎天下で、 全校をあげて応援して大合唱してっていうのがねやっぱり大切な、ね、思い出なんじゃないかと思いますからまあちょっと引き続きこういう楽曲を継承していってもらいたいなと思いますけどね。私はなんか今ずっとお話聞いてて、まあ、最後ね「あのなぜ小5の曲の理由は?」っていうのを話を聞くまではずっとあのテルさんの話聞きながら、うん、70年代が多いっていうのはひょっとして80年代からこう曲のこうコード進行とかそういうのがとても,、うん、も難しくなって水槽、うん まあまあそれもねあくはないだろうね、うん、でも80年代ぐらいまではやっぱりテレビの歌番組でアイドルの楽曲とか全部生でやってましたからね、うん、その打ち込みでじゃないと今の曲は難しいと思うね、うん、もうあの打ち込みで生演奏もできないような楽曲もあったりするからねだからそうでもないみたいよ。うん やっっぱ楽曲曲いいっていてうのと、うん、定番曲である魅力っていいのが大きいみたい、ね、でもやっぱりテルさんおっしゃってたようにその先輩から後輩へ後輩からまたその後輩へっていう風にその学校のこう何て言うんですかね伝統っていうのがずっと受け継がれていくっていうのは、うん、なんか最近世の中結構なんか伝統を無視した。 ような新しいものがいいとかっていう風潮もあったりするんですけど、まあその学校の中でね、そうやって伝統が受け継がれるっていうのは、なんかとてもなんかちょっといい話ですよね。いいですよねだからまあ、うん、あの悪い理由じゃなくて、そうやって受け継がれてんだったら、うん、まあ、じゃあ引き続きどこまでこれが続くんだろうなと思うけどね。うん <laughs> 本当そうですね。はい、というわけで、私の番組は、こういう昭和のマイポックメイキングな出来事というのを取り上げたブログと YouTube の番組を連動してお送りしております。はいまあ、チャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、今回はこの辺で、えー、またお会いしましょう。ごきさよう、はいさよなら